こんにちは、私は田中健一と言いまして、日本に住む造形作家です。主に怪獣の造形をやってます。他の仕事としてテレビドラマの、まあ、監督をしたりとか、たまにそういうことをやっています。基本的にもゴジラに取り憑かれて、ゴジラばかり作ってる、怪獣とかを作ってる男であります。それをもとに、それをベースにして XM スタジオさんと一緒にまた新たに60センチサイズで作り直し展開するという企画で始まりました。その最初の2作品ということになります。とてももう興奮した毎日でしたね。やっぱり自分で田中スタジオとして作ってる時は基本的に一人で、まあ、やるものなんですが、やっぱりスタンリーさんはじめ XM スタジオさんのスタッフさんのご意見を聞きながら作るっていうのは、やっぱりこうみんなで作ってる感じがあってですね、あの映画を作ってる時と同じような、あの一人のイマジネーションじゃなくて全員の想像力が加わって、あの自分だけだと気づかないっていうのにたくさん気づいてですね、やっぱりそれがさらに良いものを作り上げるのにつながったなととても思ってます。今回のゴジラシリーズのコンセプトで特筆すべき点は、基本的に、バスト胸像なので、胸までしか作らないんですけども、全身を感じるようなラインの切り方といいますか、それは意識しました。参考にしたのはギリシャ彫刻ですかね。あの学生の時にデッサンの練習でたくさん描いたギリシャ彫刻の石膏像をベースにを参考にしています。ゴジラ2001は、あの今にも噛みつきそうな凶暴性というのを意識して作りました。シン・ゴジラは天からこう人間を見下ろすようなちょっと神秘的な神のような存在といいますか、妖怪を意識して作ってます。はい。いつもは、30センチや20センチで、まあ、作ってるんですけども、今回はやっぱり60センチといつも作るより大きいかったので、そのディティールの密度に気をつけました。でやっぱりもう本当にずっとこう掘り込むといいますか、もう少しでものっぺりしたところがないように、あの集中しましたね。でそれがすごい大変でした、やっぱり。そしてゴジラの鱗はやっぱり独特な形をしているので、G ブラシで作るときも専用のブラシを自分で作って、やりました。特にシンゴジラの鱗というかブツブツは、ゴーヤという野菜を、参考にしているらしいんですけど、そのブツブツも特別に作って、掘り込みました。それがすごいやっぱり大変でした。あとシンゴジラの歯ですね、この歯がすごいやっぱりランダムに並んでいるので、それは完全に再現するように、努力しました。私の作品は基本的に日本以外の人たちに、買ってもらったりするチャンスっていうのがなかなかありませんでした。それがこうやって実現することができてるっていうのがもう本当に嬉しくてたまりません。というかまだちょっと信じられない状態ですね。こんな日本に住むあの英語も話せないおじさんの作ったゴジラを手に取ってもらえる日が来るというのは本当に夢のようです。本当に XM さんには感謝してます。はい。世界のゴジラコレクターの皆さん、皆さんが
ゴジラに抱いている魅力を思い切り詰め込みました。皆さんが抱くゴジラの魅力は私も熟知してます。なぜなら私はゴジラに取り憑かれた男だからです。このゴジラに取り憑かれた男の作品をぜひ皆さん手に取ってください。XM チームの最高の仕上がりも加わり、必ず満足のいく仕上がりになっておる、いると思います。私はこれからも世界中のゴジラコレクターのために、そして自分のためにゴジラを作り続けますので、ぜひよろしくお願いいたします。